では次に消防保安課の業務内容を説明していきたいと思います。消防保安課はスライドにある通り消防行政班と産業保安班の2つの班に分かれています。まず消防行政班は消防団の技術強化、火災予防対策の推進、消防救急業務等に関することなどの業務を行っています。産業保安班では危険物、高圧ガスの保安対策、山岳遭難、水難事故防止対策などを担当しています。私は消防行政班に所属しておりますので、そちらの具体的な業務について少し挙げてみたいと思います。消防行政班では消防や消防団の施設整備に対する補助金の業務、火災が発生しやすい時期には火災予防運動による啓発、家などについている住宅用火災警報器の適切な設置の啓発、また消防庁が行う消防や救急、火災等の調査の取りまとめを行っています。その中で私が担当している業務について大きく3つに分けて紹介していきたいと思います。まず1つ目、一番上の消防隊員団員に対する表彰事務ですけれども、消防庁や県が行う表彰の取りまとめを行っています。消防庁が行っているのが年間で約12個くらいありまして、国から推薦の依頼を受けて市町や消防本部宛てに紹介回答を取りまとめます。受賞者が決まったら表彰状の受け取りや表彰式への出席にも随行して行ったりもします。また県で行っている表彰もありまして、選考から決定まで課内で決めて、表彰状や盾など記念品の発注も行います。会計事務なども経験しました。次に2つ目になります。消防団の充実強化についてですけれども、括弧の中の消防団応援条例、消防出初め式等を主に担当しておりまして、この消防団応援条例というのが消防団の活動に協力する事業所等に対していくつかの要件を満たすことで事業税を控除するという制度があります。それが消防団の充実強化につながるということで、実際に事務手続きを行っているのは出先機関である地域局というところが行ってはいます。次の消防出初め式ですけれども、例年1月くらいに行われている行事でして、見たことがある人もいるかもしれません。その県、市町から県に出席希望があった市町に対して危機管理部や地域局の幹部職員が出席しています。その当日の随行だったり、あと調整やノリットの作成などを行います。ただ今年度はコロナウイルスの影響でほとんどの市町で中止や縮小して
行っておりましたので、出席依頼はほとんどありませんでした。次に最後の3つ目、熱中症対策ですけれども、夏季の熱中症対策として、県内の熱中症の救急搬送人員を取りまとめて報告しています。消防庁によるオンラインシステムを利用した報告と、6月から9月までは県独自で平日の15時半までの搬送状況を毎日報道提供しています。今挙げた業務はほんの一部分にはなるんですけれども、他にもう少しまだたくさんいろいろな業務も行っています。先ほどスライドがうまく出なかったので、ちょっと紹介できなかったんですけど、口頭で危機管理部の組織とか業務をちょっと簡単に説明させていただきます。危機管理部にはですね、総務課、危機政策課、危機情報課、危機対策課、原子力安全対策課、消防保安課と課があります。で、危機管理部の、業務としましては、防災、まあ、静岡県の防災に関する計画の作成とか修正、また地震津波対策とか火山対策とか原子力災害対策を実施しています。で、県民の防災意識の向上ということで、まあ、防災に関する情報発信とか、防災訓練の企画や実施をしています。あとは消防に関する、先ほど中田さんから説明があったような業務もあります。で、あと災害対応ということで、県内や他県で大きな災害があった場合にはですね、国から、派遣要請があったりすると、職員を選抜して、まあ、被災地に支援に行くっていうようなこともあります。東日本大震災や熊本で発生した地震や、あと広島県の水害などには実際に職員が支援で入ったりしました。はい。